ワンピースが大好きな神木です。皆さん、ワンピース105巻でなんと玉の名字が黒ずみということでびっくりしましたよね。で、なぜそれが分かったかというと、玉ちゃんがお参りに行っていたお墓に黒ずみという文字が書いてあったんですよね。で、ジャンプで出た時には、まあ確かに黒ずみに見えなくはないけど違うだろうという大方の予想だったと思います。それがですね、まさかまさかの本当に黒ずみ星だったということが明かされて、かなりの衝撃を受けたんですよね。で、思い返せばですね、そう見えなくもないけどどうなんだというもの、他にもですね、ワンピース作中にいくつかあるんですよね。もしかするとこの辺も全部回収されていくのかもしれません。それらを今回振り返りつつ、いろんな可能性を探っていきたいと思います。それではよろしくお願いします。まあそう見えなくもないけどどうなんだというワンピース作中に潜む、まあ謎の文字ですよね。で、これですね、メインで話したいのはやはりこちらなんですね。今ちょっと噂されかけてると思うんですけども、クイナの墓の横にある墓石ですね、そちらです。世界の甲板からで、ボリューム5ですね、下月村クイナに報告の回なんですけども、まあ孔四郎がクイナの墓にですね、まあ麦わらの一味とか、まあゾロですよね、の活躍っていうのを新聞伝いでクイナにこう報告している場面があるんですけども、そのクイナの墓の奥ですよね、ここに一つのお墓があって、しかもですね、ちゃんと文字が書いてあるんですよ。皆さんこれですね、読めると思うんですけども、上から二つ目ってはっきり読めますよね。こちら、岩ですよね。岩とくればもう、イワンコフしかワンピース作中で今のところいないと思うんですけども、これどういうことなんでしょうか。黒ずみ、玉もありえないと思ってたんですけども、もしかするとここにイワンコフという文字がですね、書かれている可能性あるのかもしれないんですよね。例えば、まあ、ワノ国で、時々の実で飛ばされた組ですよね、にはお墓が建てられましたけども、ああいった感じでイワンコフというのは昔の世界から飛ばされてきたと、その可能性すらあるんじゃないでしょうか。まあ、しかしですね、革命軍なので、まあ、自らですね、素性を隠すために死んだことにして、お墓をわざわざ建てたということなのかもしれません。まあ、しかしですね、ここでまた疑問なのが、下月村にイワンコフの墓があるということなんですよ。孔三郎たちと来たその人物の中ですよね、25人で和の国を出てますので、その中にイワンコフ姓の人がいたんでしょうか。まあ、エンポリオイワンコフですので、エンポリオがね、姓っぽいですけども、もしかするとイワンコフが姓で、祖先が下月村にいたということなんでしょうか。まあですね、この墓石の文字っていうのがイワンコフである可能性っていうのは、まだまだそれでも 1,2% だとは思うんですけども、しかし黒ずみ家の黒ずみというのはですね、本当にそうだったように、この絵が出た時もなんで岩さんの名前が書いてあるっぽいんだろうっていうのはずっと言われてきたんですけども、蓋を開けてみたら本当に下月村とイワンコフっていうのは接点があるという展開が実はまだ隠されてますよというですね、ことなのかもしれません。まあどうなんでしょうね、これはね、改めて今考えたいところだったなというところでしたね。続いてお墓つながりで、まあ、先ほども言ったものなんですけども、和の国の墓ですね、おでんを筆頭に勘十郎、金右衛門、桃之助、雷蔵という風に並んでたんですけども、実はですね、あの一コマっていうのはその5人だけじゃなくて、全部でですね、その墓標みたいなものが11個か12個あるんですよね。この5人以外のものは誰なんだろうと。まあ、あの時に、まあ、いろんな人が殺されてそうですので、その人たちの名前が書いてあったんでしょうか。まあ、いろんな侍の名前ね、が書いてあったんでしょうか。まあ、おでんの後ろにはね、光月っていうのが見えるので、まあ時とか、まあ、そういった人の名前が書かれてるんでしょうけども、まだ和の国というのはこれから先、おそらく麦わらの一味というのはもう一回行くことになると思うんですよね。開国という大型イベントがありますし、古代兵器プルトンを取り出したりですね、またヤマトとか桃之助とかおたまちゃんとまた会う機会というのはもう絶対にあると思いますので、その時にこの苔がかってるような墓の文字があらわになって、実はそれよりももっと古い人物、かなり例えばなんですけど、ジョイボーイとかね、他にも分かってないいろんな人の名前っていうのはありますので、そういった人の名前が彫られてるとかですね、他にもアラバスタでニコロビンがポーネグリフを呼びながらクロコダイルについた嘘の一つで、まあ、マムディンですよね、英雄マムディンがってポロって言ったんですけども、そのマムディンっていう名前があったりして、実は和の国とアラバスタとかが昔はその土地が一つなぎだったんだよみたいなですね、展開に繋がってくるっていうのもありえるんじゃないでしょうか。はい、黒ずみ玉の件で、まあ、お墓で気になってるのは今の2つなんですけども、まあ、ついでですので、ワンピースの中で残っていてちょっと謎めいている文字っていうのを話していきたいと思います。まずはですね、これもまあ墓標ではあるんですけども、ウイスキーピークのサボテン岩ですね、あれがクローズアップされた時に一つだけ文字が載ってるんですけども、その墓標に書かれているミスターサクリフェイスですね、まあサクリフェイス自体が犠牲という意味がありますので、単純に犠牲者ということで書かれてる線の方が濃厚だと思うんですけど、しかしですね、今のワンピースもどこでもですね、小田先生面白いところがあればつなげようとされますので、その時はね、別に何の気なしに書いたけれども、サクリフェイスという人物をこれから出すっていうのはですね、可能性としてはわずかながらあると思うんですよね。他
にも謎の文字といえば、こちらもですね、一時期ちょっと言われてたんですけども、プルトンの設計図ですね。フランキーがボッと燃やしたんですけども、単行本ではなかなか小さくて確認できないんですけど、そのプルトンと書いてある文字の、右下ですね、何かしらピピピって書かれてるんですよ。で、それをよく見てみると、途中にふにゃふにゃって書かれてて、BO、Y っぽく見えるのが書かれてるんですよ。つまり、ジョイボーイって書かれてる可能性があるんじゃないかって当時からちょっと言われてたんですよね。ついでに私の中で分かってないやつ全部言いますね。他にも MH5 ですね。ドンクリークの、猛毒ガス弾 MH5。 皆さんこれ何の略だと思われてます？パンクハザードで出てきた KYP ガス弾とかは、体が酔っ払うの略だろうなって察することができますし、他にも何か意味がありそうだなっていうのは分かるんですけども、この MH5 だけはですね、謎なんですよね。他にもフランキーが象で着ていた服ですね。なんか太陽みたいなものがあって HT と書かれてるやつですね。皆さんあれ何だと思われます？状況説明シャツというか、大体服に書かれてるものはわかるじゃないですか。フランキーの服もね、全部なんとなく読み取れるのに、あれだけ読み取れないんですよね。フランキーなので HT っていうのは変態っぽいけどわからないんですよ。自分の中で一番有力っぽいなっていうのは、あの太陽マークみたいなものが午前中を表していて、AM ですよね。なので I am 変態と書いてるのかなと思ったんですけども、これもわかってませんね。最後にこれもね、ずっと言われてますね。キッドの洋服に書いてあった 3D 機 99% ですね。1012話の扉絵ですね。鉄のくずで鳥のオブジェを作るのに夢中で、頭の上を鳥の巣にされていることに気づいてないキッドのエプロンに書かれているものですね。これもですね、いろんな説が言われてきたわけなんですよね。原子を構成している電気軌道の一種に D 軌道というものがありますので、直々の実とリンクさせて、そういった用語をね、入れたんじゃないかとか、他にも 3D 機 99% を、3D 和立ち 99% と読んで、 3D 和立ち 3D 和立ち、3つの D は友達ということで、結局キッドは D ではなかったので、三船長がそうとはならなそうですけども、例えばその時言われてたのは、その三船長で戦ってるので3人の D は友達だよとかですね、そういうほっこりエピソードみたいなものがあったんですけども、これも結局わからないままでしたね。明かされる時は来るんでしょうか？はい、どうなんでしょうか。クイナの墓の横にあるイワンコフっぽいもの、ちょっと気になりますよね、やっぱりね。これだけですね、もう明らかに文字っぽいんですよね。読み取れるでしょうみたいな感じでもう書かれてる感じはしますので、下月村、大方の歴史みたいなものは明かされたんですけども、まだまだ謎があるのかもしれません。それでは今日は、簡単ではございましたけども、この辺で終わりたいと思います。それではどうもありがとうございました。